はい、ひろたさん。こっちちょっと先行するね。大丈夫です、映んないですよ、全然。内足先行してこう切り替え、前に行くんじゃなくて角を返していくわけね。外突きもう少し回し込んで。外スキーの位置がもう少し前に来るようにね、腰の回線使って。外スキー置いてこないようにして。運動方向としては、この全部一対で同じ方向性持ってるから、まあ省エネでいいと思うけどね。スキーの真ん中に重心を置いてるから、一番効率いいかもね。